どうでもいいけどさ、モスクワかつ1980年代行ったらソ連じゃん。新コントローラーの消費税にで、笑ソ連のあの ソ連の特徴的なアイコンがあるじゃん。あの、なんだろう、重力お斧砲と鎌みたいなやつ。でもさ、ドイツだけは絶対にあのマンジマーク使わせてくれないよね。うめえ、今のうめえ。うめえ、ラストカメいただき。ただの2連切。早々にラストカメ宣言したからには見せてもらうぞ。2連切でしただけで。仲間か。うち意外とブレあるんだよな。あ、C4 にしちゃった。ブレが近距離戦しよう。かまた。あ、裏取れる。イエス。ああ、味方かと思った、これ。タグは怖いから取りに行かなくていいっすか。いいんじゃないっすか。あ、でもそれやったらまたあなたがタグばっかり回収するからスコア高くなっちゃうんだ。タグ回収してりゃスコアトップになる。いや、本質情報に気づいてしまったな、キルコンの。事実はモスクワでは戦ってないかも。スナイパー多くね。敵の偵察機が接近。多いと思う。スナイパーとセミ。遅れを取ったらセミ。このままではダメだ。ほら、俺は裏取りしてもウジをお見舞いしていくぞ。ああ、優位を失ったら。ウジサイトつけなくてよかったかな。回収しよう。敵の偵察機。敵の偵察機を複数検知した。我々が優勢だ。リスポン変わった。今一瞬スターリンの肖像が見えた。でーん。何してんの？よいしょ。ずっとそこにいた。無事頑張れ。よし。これは褒めれば強いんだよ、この武器。褒めたら伸びるタイプ。褒めたら伸びるタイプ。やべ、これリスポンやばいな。知らん。攻めまく。ああ。攻めまく。奥の車だったか、手前だったか。おう、敵がスモークを投げてくる。モクワが逃げる。スタンが来るぞ。のレンジではないんだよな。左回りしようかな。なんかマイアミを除いてさ、一応サテライトとさ、モスクワはマップが3連構造にはなってるよね。ナパーム爆撃スタンバイ。語らん。南ひょっ。
パーム。ナパームどこ打ったら当たるんだろうな、これ。ナパーム遠くまで3秒。デジャブ通す。敵は攻撃の照準を。当たんないんだよな、下手くそだから。反射助かった。デンジャークロス。あら。超接戦だよ。本当だ。思いのほか宇治でもキルを稼げ。待ってー。いくらアルファのスナイパーが強いって言ってもよ、それは精神そがれるわ。精神攻撃ではスナイパー。ベータになったらもうスナイパーは使い物にならなくなると予言するからな。覚えとけよ。予言する。少なくとも絶対アルファみたいな強さではなくなる。もうみんなね、あのショットガンサブにしか興味を示さなくなる。どうせ今ある武器が全部じゃないでしょ。あ、スナイパーはね、あの絶対修正されます。なんかアルファ版はわざと強くしてるみたいなんで、っていうのを見ました。偵察機が旋回中、監視可能だ。敵の偵察機が接近。偵察機が破壊された。偵察機働いてんのかな。置くの忘れた。揺れる揺れる。上空に敵の偵察機。揺れる揺れる。戦闘ヘリ。よし、いいぞ。勝利は目の前だ。戦闘ヘリ安定だわ。中継微妙な気がするの、初めてだけですか。いや、自分もです。お。戦闘ヘリ。なんかどの武器もさ、あんまりこれかっけって銃声。今のところない。俺はない。あなたはある。ない。銃効果がないっていうか。銃効果。